右手に見えてきたのは、先月秋山監督が通を割ったヤフオクドームでございます。佐々木キャスターも5キロ地点の福岡タワーを通過。観覧車です。12キロを過ぎた海岸沿いではこんな応援も。ヨットや漁船から声援を送ってくれました。いや、粋な応援ですね。ここを過ぎると折り返しの20キロ付近、この直前1キロの上り坂は難所です。ベストランナーの佐藤典子さん、前を行く夫の健太さんを追います。リポーター陣も応援に駆けつけてくれました。佐々木キャスターも折り返し地点まであと少しです。更新を目指す夫の健太さんが2時間40 41分台でゴール。5分ほど遅れて妻の典子さんもフィニッシュ。記録更新まであと6秒でした。惜しい。なんかもう応援が途切れなかったのが本当に温かい、もうおもてなしで、そのままの言葉の通りの大会だったと思います。コース終盤、沿道からのさまざまな応援が力になりました。ゴール手前300m、地元の小学生たちが描いた横断幕に最後のパワーをもらいます。4時間39分38秒完走することができました。一方、佐々木キャスターは折り返しを過ぎ足に痛みが出ていました。そして33キロ目前、制限時間が来てしまいレース終了、バスに収容されました。ついた佐々木キャスター、リポーター陣からお手製メダルをプレゼントされました。すごい、あ、嬉しい、ありがとうございます。いや、お疲れ様で終わりました。佐々木さん頑張りましたよね。本当に走りたいけど痛くて走れないっていうのが一番辛かったですね。いや、本当過酷なんですね。